こんにちは、高校野球 .com の栗崎です。今回も古関淳二さんと川島副編集長に各球団の戦力分析とおすすめの選手を聞いていきたいと思います。今回は福岡ソフトバンクホークス編です。それでは早速ご覧ください。それでは今回はソフトバンクホークスの紹介をしていただきたいと思います。まず補強ポイント、はい、戦力はたくさんいる球団のように感じるんですけれども、はいね、どういった選手を取っていけばいいですかね。そうですね、もう本当にピッチャーも野手も緊急に要するポジションがないんで、はい、将来性を見据えるべきなんで、それはまあずっとこの球団の持ち味なんでそうするとは思いますが、はい、特に野手がですね、スラガータイプがいない、はい、もう外国人が補ってて、あとはその松田とかも年齢がもうだいぶ上がってきているんで、はい、その辺の将来を主軸ですね、これが取ってほしい、ぜひ、はい、でも1位はですね、多分佐々木でくるんだろうなと思います。そうなんですね、はい、やっぱりそこそこ全部12球団ナンバーぐらいの布陣なんですよ、はい、野手陣もピッチャー陣も、はい、その中でやっぱり超大物っていうのはやっぱり欲しがある、はい、もう緊急に必要なポジションないから、はい、そうだったら将来、大物になるエースになる存在というと支えかなと思いますね、はいはい、では他の、おすすめの選手も見ていただきたいと思うんですけれども、他には、石川、井上、紅林と野手を、これはさっき言った最初に言った野手がいないということで、はい、やっぱり野手をその将来ポスト松田みたいな選手ですね、はい、これを欲しいということなんですけども、ソフトバンクってですね結構十分下で育成して、はい、荒削りな選手も上に持ち上げるんですよ、はい、例えば太田、JR 東日本の太田とか、はい、ああいう社会人のピッチャーでももっとうまくまとめて綺麗にして大きいまんまで出すということができる、はい、高橋純平も持ち直しでできてますし、はい、そういう球団なんで、その社会人でもその大物感を持ったまんま育て上げることが可能なチームじゃないかなと思ってますんで、はい、出てませんけど JR 東日本の太田なんかも面白いと思ってます。あ、なるほど、はい、分かりました。川島副編集長いかがですかね。そうですね、ちょっと高卒の左腕の先発ピッチャーもそろそろ出てきた方がいいかなと思って、そうです、ね、だから沖縄の地元ということでやっぱ宮城投手もいいんじゃないかなと思います。はい、分かりました。選手はたくさん戦力はあるんですけれども、はい、しっかり強化していって、そうですね、はい、この育成力はね、とにかく育成で取った選手がガンガン主力になってますので、うんうん、これはちょっと他球団と違いますよね。はい、分かりました、ありがとうございます。それでは次回はですね、東北楽天の、補強ポイント、そしておすすめの選手を紹介していきたいと思います。次回もぜひご覧ください。